では KOF15 連中対戦研究実況プレイの18回、ラモンとあと対戦もやりますので、今日はね、現状では人類最弱の男と言われているラモンですけども、最弱候補によく上がるラモン、ウィップあたりですよね。チームステージは GAW なんでね、リングでいきましょう。まあ、なんでラモン弱いって言われてるのかあたりをね、中心にいきますかね。よし、使用率が低いかどうかよくわかんないな。弱キャラは使われてないってわけでもないけど、まあまあでも高くはないだろうけどね。よし、で、まあ14にもいたんですけど、14と比べるとめくりが弱くなってる感じがする、明らかに。でラモンといえばめくりのボディプレスなんだけど、そこが弱くなってるのが一番きついよね。あとは正直そんなに変わってないと思うんだけど、まあ弱いと思います、総合的に見てね。はい、大抵のキャラが強い中でラモンがあんまり強いところがないって感じかな。まあ特徴だから、三角飛びはまあ結構前に飛ぶんだね、今回の三角飛び。端から脱出する能力は多分結構あると思うんだけど、飛びすぎる感じはあるけどね。っていう感じね。先に通常はさ、ちょっと見るか先に。まあコパンは連打が効く、小足は連打効かない、タッチコアとシャガコアが下段、近距離のね、これはなんかつながるんだよね、金 B 靴 B がつながる。このね、コア連打効かないけど、コアコパコアはできるんだよね。このね、つなぎはシェルミーと全く同じで、コパコパコアとかね。で、こっから EX 技につなぐんだけど、コンボ構成がシェルミーとかなり似てるんだけど、シェルミーの方が全然強いと思われるのは、まあやっぱその他の部分なんだよね。弱は長めで、大足が今回すげえ低姿勢で、ま、地面ギスレスレの技以外は潰せる、ま、スライディング系の大足になってる。これはいける。あのラルフの遠距離 D に勝てるんで、かなり低姿勢だと思う。サイコボール系もくぐれるかもぐらいの低姿勢ですね。で、ダイヤシ結構立ち回りで振っていいと思いますね。キャンセルもかかるし。で、飛びは、まあ、ジャンシーのめくりが弱いのか、なんか接触判定がでかいのかで、めくりづらいんだよね。裏になかなかまずいかないのと、しゃがみ状態を全然めくれないんですよね。中ジャンプから。小ジャンプからならめくれるんだけど、中ジャンプからめくれないんだよね。これなんか相手のサイズによるんですよね。なんか大きいやつはめくれるけど、平均以下はめくれないみたいな、なんかあるんだよね。こうめくりたいんだけど表に落ちちゃうとかね。接触判定が大きいんだよね多分。ジャンディがね、逆にね、ジャンディがめくれる時あるんだよね、中ジャンプから。これまたまあ微妙なんだけど、こうなる。ジャンディの方がね、ジャンシーよりめくれる。なんなら。こっちのが信頼できるかもしれない、飛びは。通常ジャンプならね、C でいいんだけど。ジャン B もね、昔はめくれたんだけど、今回めくれないね。マジで。全然めくれない。全体的にこのゲームめくり弱くなってるけど、
まあ、ラモンのめくり弱体化はかなりきついよね。ジャン A はまあ横に長め、ジャンプぶっ飛ばはまあ昔から横に強い空対空で使うとかした感じだね。コンボの指導は基本はやっぱしゃがしからかな。まあ、コアコパコアコアコパ、まあ、コパコパコアとか小技だったらこれだね。まあ、これかこれ、まあ、シェルミと全く同じじゃない。で強攻撃だったらチャーシーから特殊技で、その特殊技がテイクドロップね。今回ボタンがなぜか変わって斜め強キックなんですよね。これがやっぱね、慣れるまですげえ時間かかるんだけど、ラモン昔から使ってると斜め弱キックだったから、昔は強キックに変わったせいで、まあ、しゃがし程度をミスる、ね、D を押さないといけない。まあダッシュ壊しを今回は使えってことなんだろうと思うんですよね。ダッシュ壊しをやりやすいように B じゃなくて D にしたんだと思うんだけど、っていうことだと思います。多分そういう変更だと思います。まあ、これをしゃがしとかから使ったり、まあ、小技から使って暴れ潰しにしたり、繋がんないけど暴れ潰しになったりすると、まあ、そこから、まあ、やってるけど素敵なんですると、ですね。単発だと下段だよね多分ね。単発は下段、キャンセル版は上段。はい。でヘッドバット、これは中段技、単発の中段技で当てたら引き起こしにつなげられると。でキャンセル版は上段なんだけど暴れ潰しになると。でキャンセル版から、まあ、単発引き起こしは下2回パンチ弱か強2つ2種類あって、もう訪れしてる。早いよ、さっき1回読み込み直したばっかなんだけど、もう訪れしとる。ステージの背景が重いのかな、やっぱ処理が。それあるかもしれないな。下2回 A が、まあ、今までと同じ引き起こしだね。エルボースマッシュ一発当てて五分と、ここからスパキャン投げが入ると。で下2回強攻撃が引き起こしは吹っ飛ばす、ダメージがちょっと高い。で画面端だと追撃が可能で、近距離強パンとかが一応入る。まあ超飛スパキャン超飛繋がない場合は基本はこの C の方の引き起こしを使ってって感じですね。で強攻撃キャンセルヘッドバットの場合は引き起こしは出ないんですよね代わりに違う必殺技でキャンセルができるという技ですね。タドさんと危ない。ラモは中段技はいろいろあるんだよね。で必殺技が投げ、まあ、必殺技はちょっと数が多いんで、ね、まあ、パッといくが、ネックチャンスリー弱強 EX と、弱は発生早い、つっても1フレではない、3ぐらい、3フレ4フレぐらいのネックチャンスリー。リーチは短いけど、まあ、小技2発ぐらいから7入る。でそのまま投げ、斜め入れっぱなしで一応詐欺飛びになってる。5フレ詐欺ぐらい多分。強鬼焼きは詐欺れる、 EX 鬼焼きは詐欺れないみたいな飛びになってますね。まあ大ジャンプで先行入力で大ジャンプしておきましょうという感じですね。まあこれをこういってもいいし、まあでもコンボつなぐなら違う技があるんでね。まあガード崩すのに使う、ダッシュ投げで使うと。1フレじゃないからね、攪拌でもそんな強くないんですよね。
無敵がない確かにただね投げ無敵はあるっぽいんだよねどうやらちょっと俺がさっき調べたんだけどこれ打撃無敵はもともとないわけじゃないのかなこれどうなんだろうね全くない全くないわけじゃないと思うんだけどなどうなんだろうなちょっと待ってこれ重なってるよね投げれるよねだから無敵ないわけじゃないと思うんですよあるんだけどまあ弱いっす弱いんですよ多分リーチが短いから投げれてないんじゃないかなで多分投げ無敵もあって投げ無敵があってリバーサーダウンリバーサー投げねこれリバーサー投げこれを投げれるタイミングがあるはずあそう投げれる投げれます一応だから受け身に重ねて投げることはできるけど普通の強制ダウンに重ねても相手が投げ無敵中なんでこれは投げれませんこれ投げれないでこっちの無敵が切れるんで打撃を投げることもできないうんってことですねで強ネックチャンスリーは発生が遅くてリーチが長いっていう性能になってるんだけどこっちは無敵は何もないんでねそう。こっちはね、かなり位置が長いだけでも、遅い投げなんですよ。無敵もない。これはマジでね、マジで弱いですね。ガーポか無敵はないと、ちょっと他キャラの投げと張り合えない、張り合えない性能をしとる。うん。こんな使い方はしないよね。しないっすよ。投げれないもんねタイミングぴったり重ねないといけないよねこれね弱いっすねうんこれいやこれ弱が入るから別にさ強を使わないといけない場面がないんだよねコンボで使う場合リーチが長いなら3発から刻めろよって感じなんだけど発生が遅いからダメなんだよねいやマジで強ネックチャンス3がね、ちょっと死んでますね、これね。EX は、発生が早い。多分1フレ。多分1フレわかんないけど。おそらく1フレ。で、猶予時間がすごい長くて、違う必殺技で追撃ができると。ダメージも高いと。これは3発から刻めちゃいますね、まあ、この投げの性能自体は結構いいんじゃないかな EX ネックチャン3はうんまあまあまあって感じですねはいでソバットもうラモンの要ソバットしかないキャラみたいになってるソバット、まあ、弱ソバ強ソバ EX ソバ弱は強攻撃からのコンボ受け身負荷まあテイクドロップからが基本ですねソワットで、こっからさっきの引き起こしまあ、だかフライングボディアタックがあって引き起こしか、まあ、昇竜キックした2回パンチですねまあもうおなじみの流れですけど昔からこれねまあスパキャンしないときは基本はこっちにつなぐと、まあ、これはまあこういってこういってこういくとまあ簡単なコンボですねまあ簡単なコンボというかこれしかコンボがないんだよねラモンにはマジで
コンボがこれしかないキャラみたいになってるんですよね。で、強ソバットは発生が遅くてコンボにはならないんだけど、中段技なんですよね。中段技。まあ、立ち回りで、まあ、下段キャンセル中段とかやってガードを崩す。コアコパコア中段とかやるとやって崩して、まあ、追撃は一緒。これダメージは初段とボディープレス、初段だけかな、初段だけだけどダメージは今日の方が高いんですよね。弱は65、今日は80なんだけど、これ指導、このゲーム KOF15 の使用上、こう中段指導は補正がすげえ重いっていうのがなんかあって、これボディープレスのダメージが38、弱は38なんだけど、今日は28、10下がってるんですよね。多分同じ技なんだけど、最後の円錐切りが54減ってるんですけど、今日の中段指導だと39、15下がってるんですよね。なんで初段のダメージは強ソバットの方が高いけど、合計すると弱の方がダメージが高いと。その後スパキャン長飛とか入れる場合もやっぱ弱の方が全然減るという風になってますね。で EX ソバットは発生早くてリーチ長くて、当たると膝崩れで、まあ、非常に優秀な技なんだけど、優秀な技がこれしかないんだよね、ラモンには。まあ一つだけ、もうほんとこれだけで戦う。コンボはね。これを小技から繋ぐ。まあほんとシェルミーの EX アクセルスピンと同じ使い方なんですけど、まあ、やっぱガードされんと危ないっていうところとかね。まあ、EX ソバットは中段じゃないので、これね、壊しキャンセルが遅れるとね、繋がらないかったりするんだよね。むずい。遅らせるのはむずい。壊しはディレイキャンセルかかんないか。コパンにするか。これ繋がってるか。ヨガさんいった。これ繋がってないですね、今のキャンセルしたけど。だからちょっとディレイかかっちゃうと繋がらないっていうのもあるんですよね。このシェルミーはさ、竜巻キックだからいいんだけど、お達人してる。早いな。これステージ変えるか。これやっぱトレモステージじゃなきゃダメかな。背景の動き重いステージは訪れちゃいますね。これ10分持たないね。どれもステージにしましょう。でシェルミーはさ、コアコアコアから竜巻でいいから簡単なんだけどさ、ラモは昇竜だからね。しゃがみジャックから昇竜結構やりづらいんだよね。これ低ドローンもあるし、ストリートファイターみたいにこう323で出ないからさ、ちゃんと勝利売りないといけないからさ、ねえ、ちょっとむずいのよこれっていう地味なとこでも難易度が上がってる。まあ、一応ちゃんと出ればここはセンターからもつながるし、そこからこういくんですよね。323で出る方が俺もおかしいと思うんだけど、ぬるゲーなんて言うんだけど。で、まあ、ソバットが当たったら、EX ソバ、弱ソバの流れね。これもね、コンボの幅が狭いんだよね。これ以外のルートがないんですよね、マジで。なんかから EX ソバと弱ソバ行って引き起こししかないんだよね。マジでない。これ以外のコンボルートが本当にないんですよね。うん、これしかない。 EX ソバ、 EX チャンスリー、いや、いらないでしょそれ。
それな忘れていいでしょそれ。つながるんだけど確かに。いらないっしょこれ。位置入れ替えにはなるけど。そっから追撃入れてもいらないんじゃない。1ゲージなんかこれの方が減る。あマジで。ちょっと待って。こういって、あ、1ゲージならか。1ゲージならね。こういって、こういうことね。まあ、1ゲージコンボがそもそもいるかって話だよな。まあ、倒しきれるときはいいのかな。で、そっからスパキャンするなりなんなりって感じだよね。まあ、画面端だったらこういって、こういって、出ない。こうね。まあこうなんだよね。で、サマーソルト、ライド投げね。これはね、悪くないリード投げだと思うんですけど、見た目がまずダッシュと全く一緒で、掴むまでが早い。まあ、正直見てから飛ぶとか無理だと思いますね。当たると距離が離れちゃうんだけど、一応体感でちょっと走ってダッシュジャンプで下げ飛びができる。体感でね。まあ、これもシェルミーシュートと似てるんだけど、シェルミーシュートはめくりに行けるからね、かなり見えないめくりに行けるんで、しかも空振った時の硬直もね、長いんですよね、これね。緊急停止があるけど、緊急停止をして何をするかっていうと、普通、こう、移動投げを読んで飛ぶじゃない。そこを落とす、落としたいんだけど、体育技がないんだよね、こいつには。体育技がないから、緊急停止して飛びを読んだっつって止まったところで何もないんだよねっていう。相手にバックジャンプさせてラインを上げるぐらいしかできないというね。まあ一応単純に一発ダメージを取ってラインを上げると、なるべくね中ジャンプにして中央でも重ねに行きたいとこだよね。まあ打撃無敵はなんか当然ないでしょう。当然ないでしょうね。EX サマスは相当速いんで、まあ奇襲としてはかなり強いですね。まあ、ダメージ取るのに単純に使う感じですね。はい。で、タイガーロード。タイガーロードがね、バリエーションがいっぱいあるけどもね、正直そんなに活躍はしないと思う。まず、何も入力しない時のタイガーロード。壁まで走っていって頭から落ちると。まあ、一応これは中段かな？中段ですね。まあ、ノーマルのこれは使わないね。で、EX 版は、こう相手の位置をロックして突っ込んでいくんで、すげえ不自然な動きをするんだけど、まあ奇襲なり弾抜けなりに使うと。飛び道具読んでぶっ放すとか、ダメージは結構高いんで。で、フェイント、まあ緊急停止やね。まあ、サマソの緊急停止よりは硬直少なめ。使わないと思うけどね。で、フェイントジャンプ。これもう一個フェイントがあるんだよね。これ。これはさらに使い道が分かんなくて、一応ちょっと無敵が、上昇中に無敵があるみたいなんだけど、こういうね、無敵があるんだけど、その後の硬直が長くて、
着地した後にまた強パンとかかくると思うんだよね、これ。こんな使い方をしてもね。まあ、まあって感じだよね。まあ忘れていいよね、フェイントジャンプは。まあ相手が知らない、大抵の人は知らないと思うから、ラモン使い以外誰もこのジャンプ知らないと思うから、なんやこの動きってなったところに不意打ちをするというための技ですね。ワンチャン KY 開発者とかも知らない可能性があるから。で、クロスチョップ、これね、これまたノーマルは弱いんだよね。端までいかない、しかも遅い、位置固定。 EX は一応速くて多少ね。で、弾無敵があるらしいので、飛び道具読んでまたぶっ込むことができると。まあこれやっぱ自分が端にいないと発生が遅いから、端で弾撃たれてるところに使うだけど、まあこれとの発生はほぼ一緒で、ダメージはクロショップの方が高くて、クロショップは弾抜けで、頭突きは中断でっていう、なんかまあ微妙な違いなんですよね。まあ気分で使い分けてくださいって感じやな。でもう一個のフォースオブビル、これね、これは相手立ってないと当たらない。で、ノーマル版は端までいかないし、位置が固定なんだけど、まあ立ってら大体当たるか。そうでもない、そうでもない。まあ、一応これが中段だったりね、まあ、これもやっぱ飛んでくるんで、基本やっぱ立ちガードすると思うんで、まあ立ってたら当たりますよと。 EX 版ならまあ当たりますよと。でダメージが結構高くて、引き起こしができるんで、こうね、っていう技ね。で、相手がジャンプしててもこれは当たるので、これね、ノーマルは当たんないね、こうなると。なんか昔は地上と空中でダメージ違った気がするんだけど、今は一緒ですね、両方160だね。え、もう訪れしてる。政治関係ないな、これ。今日 PC の調子が悪いね、単純に。多分 PC が重い可能性がある。3回訪れはちょっとさすがに、さすがにちょっと再起動できないんで、このまま行きますが、はいね、しょうがない、このまま行きますが、まあ一応そういう感じで、中段警戒して立ったところを投げる、投げれたらいいよねって感じだね。これ前転はできるんだよね、多分ね。前転は余裕でできるよね。あ、できないのか。一応できないんだな。そっか、あれあれってできるんだな。できるのかできないのか、どっちやねん。しまって、EX はできないだけなのか、ノーマルはできるんか。マジノーマル版のタイガロードいらないね。いや、ノーマルタイガーロードはなんか判定的に当たってないよね。当たってないよね。EX 版だけは全行で投げれるっぽいな、一応。EX 以外いらないということで。で、次、バードオブパラダイスね。これも02からの技だよね、これ。まあ、中段技で、当たると引き起こしが今回はできます。
で、この技自体にダウン追撃の判定があって、まあ、EX ネクチャンスリーから繋がります。さっきやったけど。追撃で使った時は引き起こしは出ません。さすがに出たら強すぎた。まあ、ちょっと総合的に見て、そのぐらいできてもいいと思うんだけど。あと確定ポイントは、まあ、画面端の消費の後とか、あとあれか、強パン前 A、バードパラダイス、っていうコンボがある。飛行機起こし自体は、前作もあった。ああそうね、引き起こしの、あの引き起こし2が新技だよね。っていう感じ。まあ、これガードされると余裕の攪拌をもらいますのでめり込みます。これ終わり際持続ガードさせてもマイナスマイナスなんで、あんまりそんなに強くはないですね。2002の時は持続当てするとすげえ強かったんだけどね。で、フェイントステップ。まあ、ドロップキックですわな。この、強版はこのちょこちょこ走るだけ。弱版は離すドロップキック。まあ、かなり硬直が長いね。奇襲としては結構優秀なリーチと判定をしてると思うけど。で、あ、そう、これからも繋がるね。これからも、これ繋がりますね。うん。まあ、こういったときに、まあ、基本はソバットでいいからね。一応ソバット届かない間合いがあることはあるんで、ド先端だったら、こういった方がいいのかもしれない。まあ、EX ソバットなら入るんだけどね。EX バスなら入るんだけど。ああ、飛び道具を越えながら当てる。まあ、一応そうか。これサイコボールとか越えられる？サイコボール越えられるなら。あ、いけるね。あ、なるほどね。タマルケットとして使えるんか。ああ、その使い方はありそうだね。確かにね。タワーネクセイのは結構いいんだな。じゃあちなみにサイコボールなんとダイヤ足でくぐれる。やっぱりタマキャラにいけるやん。最強キャラかな。流域拳はいける。逆だったわこっちではないわ。こういってこうだな。いや、上抜けてるだけじゃないかな。いけるね。打点の高い飛び道具ってなんだろう、このゲーム。なんだろうな。クロスカッター。クロスカッターは多分無理だろうな。無理だな。まあそういうことですね。はい。まあまあでも結構いい玉抜き性能してますね。で、これは EX 版の技がないんだよね。EX ウェイトステップ追加してほしいな。一発でワイヤーになるとかね。はい。で、超飛タイガースピン。これは、まあ、駒投げ超飛。反転後は飛べないやつ。KOF15、基本的に1ゲージ超飛は、反転後は飛べないけど、反転前に多分2フレぐらいあるっぽくて、1ゲージ超飛は大体2フレっぽいよね。2か3とか、
マックス消費は1フレっぽいんですよね。うん、タイガースピン、これ EX ソバットからこれは入んないんだけど、マックス版は入るっていうセーブをしてますね。これはよくわからないんだけど、でこれは、まあ、引き起こし1からつなぐって感じですね。1ゲージコンボ、簡単な1ゲージコンボ、35。さっきので言うとさ、こういってこういってこういって、ああ確かにこっちの方が減ってるね。なるほどね、タイガースピン行くよりはこっちの方が減ってると。これさ、この後のねセットプレイが良かったらいいんだけど、違うか、こう行ってこっから簡単なめくりがあったらいいんだけど、ないんだよね。それがね、やっぱりちょっとボディープレス弱体化の影響を受けてるんだよね多分。昔はここから斜め上立派するだけで詐欺飛びだったんだけど、詐欺飛びもないしめくりにもいけないんだよね。てか起き上がりをすげえめくりづらいんですよね今回のラボ。そこがなちょっとね、もう訪れしてますねやっぱね。今日はいろいろなんかやばいなこれ。こっからちょいダッシュ、いやマジでめくりが弱いよね。こうね、しかもそっからちゃんと地上技をつながないといけない。めくれれば助けパン一応つながるか。ああ一応つながる。こんな飛び食らわないしな、めくりにしか見えないもんな。その表裏が分かりづらい飛びみたいなのがないんだよね。どう見てもめくりだもんね今の。分かりにくい飛びは全部表なんだよね。ラモンシェルミーみたいな厳しい飛びはできないんですよね。で消費も1個の方がエルディアブロアマリロラモンボランド、ちょっと長いんだけど、14からついた弱いランブ技ですね。これタイガーロードの強化版みたいなやつ。まず端に行くまでが遅くて、まあ、端で当たると追撃が可能なんだけどね。なんか硬直すげえ短いから、なんかお家入ったりしないかと思うんだけど、まず1ゲージ版は、まあ、コンボには当然なりませんわ。遅すぎる。自分が画面端だと発生が早くなって、強パンキャンセルとかなら入るとか、ジャクソバスパキャンとかで入ったりするんだけど、もうちょっと端から遠いともダメなんですよねこれちょっと挙動がもうおかしい。1ゲージ版はマジでいらないっすね。弱い。ほんま弱い。マックス版は入力した瞬間から時間停止するんで、だいぶ発生早い技には一応なる。ただ繋がってない。繋げようと思ったら、やっぱり引き起こし1からキャンセル。これならどこでも入る。でまあここで入る。こういう感じね。まあどっちでもいいけど、まあ引き起こしまで入れてからの方がいいですよねっていう感じなんで、まあ1ゲージ版のまずボランドが指示技であると。で
まあ、ラモンの欠点としてタイガースピンからマックスキャンセルはできない、クライマックスキャンセルもできないっていうのを考えると、まあ、システム上なんもないあのマックスアマリロからクライマックスしかない、それ以外のルートがないんですよね、そのマックスキャンセル、クライマックスキャンセル絡みは。だからその3ゲージの1ゲージ消費クライマックスっていうルートがまずないんですよね。1ゲージボランドを当てるところがまず全くないから、まあないです。システム上ちょっとコンボルートがかなり限られてしまっていると。ちょっとね、設計がおかしいところはある。KOF50 のシステムに最適化されていないところがある。まあいいや、ちょっとクライマックス先に行きます。ハイパーソニックラモン。これも14から使い回されてる技。移動投げですね。まあ、サマーソルトみたいな感じの移動投げなんで、ガードはできないですね。これは知らないと食らってくれるはず。違う。移動投げなんでね。コンボにもなる。空中の相手には普通のシャツからは入んないっけ。あ、入るね。まあ、打撃、キャンセルで出すと打撃扱いになるのかな。で、まあ、さっき言った通り、コンボルートが少ないんで、これから最終段キャンセルでは1は入るんだけど、こういうキャンセルはできる。というか、これしかない。これしかないですわ。もうちょっと訪れしてるんだよ。最初から踊ってが治ってない。これ画面変えても一瞬は治る、一瞬は治るけど一瞬しか治らん。まあいいや。で、技の性能はそんなもんそんなもんっていうか、こんなもんでいいのかなっていう感じですけど、なんだろうね。どう戦えばいいのかとか。弱いとこ、まず弱いとこ行くか。弱いとこ。対空技がありません。対空技がないです。対空無敵みたいな技が一つもないし、上に判定が強い技が、こういうのを置くとかになっちゃって、正直ないよね。空対空もこれそんな持続あるわけでもないし、ジャンベもそんなめっちゃ強いわけでもないし、飛びを防止する技が弱いっすね。で、ダイヤシ対空は結構低性でいいんだけど、それ相手によっては全然通用しないんで、マジで対空が弱いと。消費すら対空性能ないからね。で、まあ、コンボが貧弱であると。まあこれだけだよね。これだけのキャラ。まあ、別にこれ自体はそんな弱いわけじゃないんだけど。まあ、茶菓子を当てないと始まんないっていうところよね。まあ守りが弱すぎるってとこだよね。やっぱ多分弱いのはね。シャッター、そう、シャッターはこれでね、タッチブットバーの性能が今回変わってるんで、こういってシャッター行って、まあ特にって感じよね。特に対空シャッターはこうする感じ。対空シャッターの方がまだ信頼できるかな、これ。
シャッター狙うか。その方がいいのかな。対空もね、シャッター難しいからな、結構ね。地上ヒットした場合は何すんだ、これ。ジャクソバか。空中でも地上でもジャクソバか。なんかアップデで、対空シャッター当たった後の吹き飛びが全キャラ共通になりましたっていうのがあるから、それでもしかしてソバット当てやすくなったりとかしたのかな。対空はシャッターかもしれないな、確かにな。で、1ゲージ持ってないといけないんだけど。シャッター対空を使うキャラなのかもしれない。まあ、弱いとこあるとめくりが弱いだよね。めくりが弱い。めくりが弱いから崩しが弱い。言うほど攻めも継続しない。まあ、強いところは、中段技が多い。中段技。中段技が多いんだけど、中段技を通すためには下段を振らないといけないんで、まあ、大足。小足からの崩しを多めにしていく。で、まあ、しゃがみガード固め始めたら強そばを使うなりヘッドバット使うなりしていくと、対空シャッターからアマリロ入る、これ1ゲージアマリロ、お、入る1ゲージアマリロ入るやんこれ1限定だったりしない。これ入るやん。アドバンスキャンセルあるやん。いや、いらないよね。まあ、いらないでしょう。まあ、やっぱ中段下段のバランスをうまく使っていかないと通らないよね。攻め崩せないよね。まあ、なんとかサマソとかいろいろ混ぜて、なんとか崩そうっていうね。こう攻められたら死ぬから、攻められる前にこう攻めましょうって感じよね。あとコンボが地味にむずいから、 EX ソバット地味にむずいんで、これは正確に出せるようにしましょう。起き上がりにこう受け身にこれをサマス重ねるのは強いと思うんで、そういうところでダメージを取りましょう。後天読みのサマスとか、そういうところをずれまくりやな、これ。ちょっと動いたら元ずれしそうだ。で、一応発動コンは中堅以降ならさっきあの4ゲージコンボができるんで、中段発動ないんでね、こういうとこから こうだね。こうするとギリギリ残るんで、ドンドンドン、これが一応できると。744ゲージ745一応ね。あと遠距離シーパン、遠距離巨パン、これが多分判定そこそこ強い、持続長めでリーチ長めで当たった時に確認が多分できる、一応確認ができる技なんで、これね、これ確認して発動ができると結構でかいかもしれない。まあ、なんかこのゲームのランダムすごい偏るよね、これ。結構猶予あるんで、まあ、こういうのに差し返せるんで、一応ね。で、こっから4ゲージいけたらまあでかいよね。なんで4ゲージってやろうとしたらね、そんなにゲージ持ってるアモンに回るかって感じだよな。
難しいよね。なんか昔のイメージだとラモンって先鋒とかのイメージなんだけど、先鋒のラモンだと多分今回弱いんだよね。ゲージ持ってないとちょっときついよね。シャッター体育もできないし、どこにして対戦に行こうかな。ちょっと対戦に行く前に一回 OBS 再起動していいですか。これちょっと OBS が重いのかもしれない。一旦再起動しますね。はい、まあ、ちょっと再起動してみました。これでラグが遅延が軽減されるといいんだけど、ちょっと対戦、今日は、長めに行ってみますか。明日、ルガール来ますからね。10時半ぐらいまでやるかな。1番で使う？火力は求めない感じでいく。先方ラモン、もう逃げながらゲージ溜めて死ぬって感じ。まあ俺が昔ね、02でラモンメインでやってた時は先方だったんだよね。ステキャンでゲージすげえ溜められたからね。でキャンでゲージ攻めができたから、お、お出します。やるぞ。ラモン、ククリ、レオナですね。タイトルはね、こうですね。じゃあ先方ラモンでいくか。Twitter のトレンドにジェノサイドって入ってますね。きっとルガールのことやな、きっとな。よし。コーチも長い。なあ、剣も範囲が狭い。昔なら吸ってたような。よっしゃいい。はあ。やってない。やってない。なんかシャッターがあれになったんだけど。あら、ヒット確認できず。
りはこれしかない。どんどんこれ当たんないかする？使っちゃう？いらないかな。おっと、すぐ勝利。今の立ち位置の距離は良かったな。お、コンボできる。まさかコンボができるとは。最初マリーか。この状況のEX 砂は相当強いですね。うん。オラジャス。カラーはいろいろ変えていきますでしょう。くくりちょっと空張りがあんまり。順番を入れ替えていく。先方クラーク。順番間違えた。ロバート・クラーク。おお、マジで。ないけど。ダッシュフランケン。全然止められない。飛びの角度がいいよな、クリー。多分飛距離が長い。通常投げ修正や。いや、そんなん来てないよ。そんなことやってる人がおるんだ。ナイス。このコンボはなんか知らんけど、トレモでやたら練習してるんで結構できる。これしか練習してないまである。
の裏行くのそれ。来た？ん？出てない。覚醒がない。ジャンシーのめくり実際相当強いよね、レオナ。これはゲージは足りないか。投げれなかった。いや飛べねえ。ちなんかうおめくれる。危ねえ。めくりが落ちる。今の。ジャンシーのめくりね。レオナーの柄もより強いよね、全然。ヤラモンのジャンシーはさすがにアップデートで強化されると思うけどね。1ヶ月後だからね。ちょっと。1ヤラモン生き残れないっしょ、ラモン。1ヶ月したらこのキャラセル画面から消えてるまであるっしょ。消滅してるよ。フェードアウトしていくよね。まず 0.5 ゲージ貯めるとこから。うお遠い。やった、特攻やられてる。確定がない。無敵がない。ムーンスラが弱い。ムンスラ弱え。遠距離のグランドセイバーは結構ダム振っていいよね、あれ。まあ、攪拌はないんで。おお、なんか安定が来た。危ない。もうちょい離れないと。2発刻んでから前じゃんか。しゃい。しゃい。しゃい。このコンボはマジで生きるようになった。あー惜しい。昇竜もうPC 再起動しなきゃダメだな。訪れ治らんわ今日は。ちょっと待ってね。
もやっぱ人読み、人読み大事だね。人読み。間違えた。撃ってくると思った。いいんかゲージ。5ゲージ使った。4ゲージか、多分5ゲージだ。そんなんタイプある。激安コンボ。コンボで見てわからん。アテナシャガシーがやっぱり強いね。今日はちょっと時間長めにやろうと思うので、一応枠も変えて始めたから、こう枠続けてやるとね、なんかエンコードの時間がすげえ長かったりとか、よくわかんないんだけど、こっちこっちだ。動画のダウンロードに時間がすげえかかったりするんだよね。ルガールに合わせてバージョン、本体バージョンも多分変わるよね。本体というか今バージョン 1.14 だけど、多分他になんかあると思うから、これ見てから、龍拳見てからは厳しいな。空対空もそんな強くもない。今のかぐってないよな。サイトミスだな。負けた。明日の配信、俺はそうだね、10時からですね。あ、後天がドアンテっぽいな、あれ。スマホでリモートジェノサイドする予定だから。出ないな、ムースラマジ。タチガードになっちゃうわ。
メズラ負けるんだけど。届く長いな、フランケン。単純にリーチも長え。あそこから届くか。やってない。真空波動が漏れました。釣られた。前ジャンに見えた。安い。飛べねえ。飛びに小足が刺さった。行きましたわ。あら、多分死んでるルートがあったと思うんだけど、投げ外しできねえ。斜めをしてしまった。投げ外しをするときにこうレバーを横に入れないといけないっていうのが、あれ14の途中から変わったんだっけ。下方向入ってんと投げ外しできないんだよね。それね、結構ミスるんだよね。通常投げの仕様は変えないでほしいな。もうここまで来たらな。これを変えられたらそれはそれで困るんだよね。リバーサ通常投げをね、今から変えられるとまたね、いろいろ考え直さないといけないことがいっぱい出てくるから、それはそれでめんどくさいんだよね。それ用の置き詰めとかをみんな考えてるのに、それを使えなくなるとね、まためんどくさいんだよ。よし、現状、この順番かな。そうね。Get ready for a battle of titans. たぶん、もうこれは最初から設計に組まれてる。置き攻めリバーサー投げが勝つっていうのは。ジャンビー強いな、あれ。空対空も、だもん微妙だよね。昇竜は今の確定してないよな。うわー、確定してる、してる。うわ、当たってる。めり込んだ。いやー、ジャンプたちの判定弱い。届きない。EX。よし、見送った。よし。頑張って見送った。
弱いめくれや。シャッター。三角跳びはいい技だな。左足がテイクトップになった。ぶっ飛ば勝てないんだがマジ。きたー、ボランド中断指導だからあんま減らんけど。ナイスナイス。うお、パワーダンク投げた。パワーダンクを投げていく。さすがに今のは負けたと思ったわ。まずパワーダンクが出たのが謎だけど空中判定じゃないんですね今のは。勢いでサンタでしたわ。いやこういう感じだなやっぱな、勝つときはな、ラモン勝つときは勢い大事だよね。まずリバーサーパワーダンクなんかのミスだと思うんだけど、もうモーション入ってたのに投げたのもびっくりしたな。あれ浮いてないんだっていう。でまだなんか投げ無敵切れるかギリギリぐらいのタイミングだったと思うし、パワーダンクのモーションで浮いてないんだっていうね。なんか音バグってない？大丈夫？やった。お、入ってる。負けとるな。確定してんだよな多分。リスオン、リスオンなんかちょっとおかしかった気がするんだけど。確定してるか。パン、立ちコパ入るのかな。あー投げられてる。ウスラが遅え。スラ負けた。スラが龍神脚に負けるんだけど、対空技として信頼できなさすぎる。やっぱノーマル版 OK 霊演出入ったな。
タロンショット。これ無敵ないっす。無敵ないし発生も遅いな。うん、上の方に安定弱いのかな。ちょっとめくりがシェルミーに比べると弱いけど、さすがに。行ってなかった。レオナブレードでよかった。え、出ない。2回入力してスラッシュセーバー出なかった。うお、 V スラも出なかった。ヤオトメコマンド3回入らず。適当に、いや、どうせしゃがみガードして食らうやろみたいなって適当に打ったら隠ってたわ。よし、時間かな、このぐらいかな。こんな感じで今日はありがとうございました。抜けます。あざーす。また明日はジェノサイド配信ね。明日の夜と明後日か。明日の夜からルガールですね。よし。じゃあまた一回枠閉じて、すぐまた立て直す。